皆さんこんにちは、ラピ TV です。今日も太陽ビアで見つけたこの巨大 UFO 3機を見つけましたんで、皆さんにご紹介していきたいと思います。2020年11月5日に現れたものがこちらとなります。14時30分に現れております。2年前ですね。こちらこういう風にビームを出しております。そして次がこれですね。これが2022年6月1日に現れた方です。これも鳥型の大型 UFO となります。まあ、これ2つをメインにお見せしたいと思います。次がこれです。これが2020年11月5日14時30分に映り込んだものです。これだけのすごいビームか、これ移動する時の、まあ、残像なのか、これだけのビームをすごい距離出しながら遠ざかっている瞬間が映り込んだものです。そして次です。これが、まあ、今日見つけた2022年6月1日、まあ、最近1ヶ月ぐらい前のやつです。どうですか、2ヶ月ですね。こういった鳥状の左右にこう翼のようなものを持つ UFO となります。そして次です。これがヘリオビアに切り替えたものです。はっきりとヘリオビアでも見れますので、皆さんも概要欄にね、ヘリオビアとこちらの双方の方の2つ貼っときますので、ぜひ自分で検索して調べるのも楽しいです。他の UFO も見つけることができるかもしれませんので、見つかったらその時間と日にちを私に教えてください。はっきり写っているものでしたら投稿したいと思います。そして次です。はい、これが太陽とだいたいこちらの大型 UFO の距離ですね。140万3000キロという距離です。まあ、これは宇宙でいうとかなり近いレベルのニアミス程度の距離となります。はい、これが、まあ、2ヶ月前に現れた UFO というふうになります。今日見つけたものとなります。これの動画もね、最後お見せしますので、最後まで見てください。そしてこれ、そしてまあ比べるためにお見せしております。こちらが双方の方で見つけたものです。そして後ろの写真がヘリオビア .org です。そしてバースケールがこちらです。かなり大きいのがわかると思います。はっきりとした、まあ、翼を持った UFO と、これはよく現れる UFO です。彼らは何をしにこの太陽に頻繁に現れるのでしょうか。またまた見つけた今日の UFO です。そしてこれ、ヘリオビアで見ております。はい、そして次です。そしてこれ、はい、聞いたところですね。これをズームしていくとこんな感じになります。そしてこれ、そしてまあ皆さんこの日にちよく見といてください。これを、まあ、ヘリオビアとかに打ち込めばはっきりと見えますので、ぜひ双方とヘリオビア、これを2つを使って見ていってください。この2つの UFO、 これはちょっと2年前ぐらいの古いやつですけど、これだけね、まあ、ビームを出しているか尾を引いているかといったものが映っております。はっきり映ってるのはなかなかないですが、これはっきり映っておりますね。そしてまあいよいよその動画をいくつかお見せしたいと思います。まずこちらからです。どうぞ。これが、まあ、2002年前の方ですね。ここに現れますので見てください。一瞬ですので、まあ、他にもたくさん白いものが現れてますよね。今日はまあ特にこれ、はい、これ現れたところです。これが2020年11月5日20時06分に合わせるとこれが見れます。これの拡大したのがこちら、ヘリオビアで見た方がこちらとなります。確かに双方の方の、まあ、MP4 の動画にも現れておりますし、このヘリオビアの方にも
両方写っているから確かに現れたということになります。果たしてこれは何でしょう。頻繁にね、太陽の周りにはこういった、UFO が写り込んでおります。 UFO に興味ある方はこのヘリオビアか双方で毎日見ると必ず1機から2機、多い時で、5、6機現れますので、ぜひ皆さんも見てください。こんな感じになります。動画でこれコマ送りで送っております。この白い点の部分を止めて映った瞬間にそこを、スクリーンキャプチャーして、それを拡大するとこういう風になったり、ヘリオビアでその時間帯、ここをね打ち込むとはっきりと見て拡大できますので、こちら双方で調べて、そしてこの日にちでヘリオビアを打ち込むと拡大することができますので、ぜひ皆さんやってみてください。これが一つ目の方です。そしてもう一つ目をお見せします。はい、これが今日見つけた方ですね。はい、こういう鳥状のもの、ここに現れますので見てください。16時18分に現れます。こちらは16時18分。それ以外もね、ちらっと現れているのもありますが、はい、今なんか V の字のやつが現れました。そして左にもちょっと現れましたよね。16時18分もうすぐ現れます。はい、現れました。これです。今止めましたけど、動画、これがこれです。こちらがヘリオビア、こちらが双方で動画の方です。で、他のところにもたくさん V 型のブーメラン型も現れたりしてますがね、今日は特にこちらをご紹介します。これが、バースケールですね。こんな感じとなります。これが、動画と静止画、これがヘリオビアのやつ見比べるために今日は作りました。そしてこれ戻していきますと、これだけ早送りしますと、ちらちら現れる白いのがほとんど、流れ星とか UFO もありますが、かなり私が見落としたのもあると思います。こんな感じで出てきますので、ぜひ皆さんもこれで、止めながら見つけるようにしてください。そして見つかったら、ヘリオビアで、その時間を打ち込むとこういうふうに拡大して見ることができます。こちらが現れたのは6月1日の16時18分に持っていきます。16時18分はい、ここで現れます。ずらしまして、こんな感じ、はい、これが現れたところです。左上見てください。はい、太陽のちょっと左上です。他のも現れてるのが分かりますよね。左上に白い点が、あれも UFO だと思います。はい、こういった感じで16時18分に現れた、今日見つけた、鳥型の UFO となります。はい、そしてもう一度2つ双方の実写写真をお見せします。これですね、はい、今現れているところから流してみます。16時、これは2020年の方ですね。はい、こちらが現れるのが14時30分となります。全体をお見せします。どういったものかというのを見てください。この辺にも現れますね。いろんなものが現れてますよね。これこういったもの、はい、今現れましたね。こういう感じで、ぜひ皆さんもこの、動画をキャプチャーして、スクリーンキャプチャーして、こういうふうに動画で流しながら止めて、またバースライダーでその白い目ものが現れるところで止めてください。するとこういう UFO らしきものが発見できます。ここに V の字の、はい、今分かりますかね。ここに何か V の字のブーメラン型が現れているのも分かると思います。最後にもう一回別のをお見せして、今日は終わりたいと思います。こういったのに興味ある方はね、ぜひ見てください。はい、いいですか。もう一つがこれとなります。スタート。
これがここに現れますので、16時18分に現れます。他の UFO も現れます。はい、いろいろ現れてますよね。白い流れたような、あの辺で止めて拡大すると、まあ、はっきり、まあ、UFO がこれだけね、まあ、映り込んでいるということになります。太陽の周りに必ず現れる、まあ、UFO というふうになります。16時18分に現れるのを見てお別れしたいと思います。今日は皆さんにこの現れる実際の、まあ、MP4 の動画をお見せします。はい、16時18分にこれが現れたところです。この時間をheliobia.org に打ち込むと拡大して見ることができますので、ぜひ見てください。今日はこちら、双方で見つけたヘリオビアと双方で見つけたこちらの UFO と、これ鳥型 UFO、 この時間合わせてぜひこのヘリオビアで見てみてください。みんな見ることができますので、ぜひ下の概要欄からリンク貼っておきますので、他の UFO を見つけた方はぜひ日にちと時間よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またこのシリーズ続けて見つけ次第また投稿したいと思います。太陽に現れた巨大 UFO 参戦をお見せしました。ではまたです。さよなら。ラピッ TV でした。